にちは、スカイトモです。今日ですね、アメリカから買ったモンスターっていうスピーカーを紹介したいと思います。日本でね、売られてるスピーカーよりもね、はるかにね、スペックは上になってます。かなりやばいってことで、ちょっと一個ずつ説明していきたいと思います。まあ背面がね、こんな感じでモンスターって書かれてます。こっちに車輪がついてるんで、まあ、持ち運びもいけます。こっちにね、持ち運びできるように、じゃん。でね、サイドが、まあ、こんな感じに主電源オンオフなってます。でこっちね、あのバッテリー残量も見ることができます。でこれ実はね、あのバッテリー内蔵なんで、びっくりしたびっくりした、もう何言おうとしたか忘れたよバッテリーがあるんで、内蔵なんで、あの実はコードレスで音楽をもう爆音流すことができます。でまあここにね、充電用のインですね。でアウトもあるんですよ、他の電源としても使えます。反対側は、まあ、マジック式になってます。小物入れね、何が入ってるか、例えばコード類だとか、そういう風なもの、まあタブレットとかも入れることができます。はい、じゃあ正面、はい、まあボタン、操作パネルですね。オーディオケーブルつなげれば音楽を流すことができます。でこれね、ラインアウトがあるんで、この音楽鳴らしながらラインケーブル、オーディオケーブル入れて、他のスピーカーとかにも流すことができます。ここで鳴りながらこのラインアウト使えば他のスピーカー流すことができます。でね、これね、マイクもついてるんですよ。これをね、ここに挿すことができます。ちょっと後で説明します。で、マイクの音量とかエコーもあります。でここにね、あの操作ボタン、イコライザーボタンで、ここにね USB のアウトがあるんで充電もできます。ここにね、タブレットを置いて充電をすることができます。充電しながら、まあ、音楽を流すことができるようになってます。でもちろんノンケーブルで実は音楽を流すことができる。はい、じゃあね、早速ね、繋げてみたいと思います。ペアリングはね、とっても簡単です。で今で繋がりました。じゃあ流してみるよ。で、Bluetooth なんで、こっちのね、スマホのね、音量でもできます。で、ここのね、本体でもできます。重低音がないパターンで、ちょっと重低音上げます。わかるよね。はい、まあ、こんな感じに重低音の設定までできます。なのでサウンド、音楽によってはあのお好みでね、設定もできます。でここがね、イコライザーなってるんで、いろんな音質調整もできます。でマイク、音楽流しながらもマイクをぶっ刺したら、あチェックチェック、マイクチェック。でこれエコーも聞こえる。ほら、徳さん徳さんだからこれ本当に1個あれば、運動会とかではないけど、そういうイベントにマジで使えると思う。このスピーカーの最大音量の設定がね、200ワットまでなってるらしい。だいたい自分が日本で今見てるスピーカーはもう50ワットとか70ワットが限界けど、これはバッテリーで持ち運びができての200ワットだから、マジでやばい。とにかく欲しくて、もうアメリカからもう僕はもう買いました。ちょっとこれを外で、さすがに庭でも200ワットマックスは無理なんで、半分ぐらい、100ワットぐらいで流していきたいと思います。はい、庭に来ました。じゃあ早速ね、モンスターのスピーカー向こうに置いて、タブレットリンクしてるんでつけたいと思います。めっちゃ音やばくなかったですか？これはダメ。外で流したらマジで近所迷惑だから、なんかイベントの時とか誰もいないところとか、もう広大なところだったらもうかなりいいかなって思ってます。僕らもね、結構あのボーリングで遠征行ってね、音楽流す機会が多いので、これをねちょっと持って行って楽しみたいなと思ってます。いい買い物したわ。日本に売られてないんで、まあもし欲しい方はですね、アメリカのサイトチェックしてみてください。モンスターの紹介でした。バイバーイ、スカイトモでした。